インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 GO! ミキ、やばい、朝からかわいすぎる。ピアノの上で何してんすか。ミキおはようございます。今起きたばっかなんですけど、ちょっと今から、あ、忘れ物した、忘れ物してなかった、危ない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 。今からちょっと結婚式のね、よいしょ、ちょっと納品に行かなきゃいけないところがあるので、お出かけをしてきます。めっちゃ目真っ赤やな、やば、何このいい天気、めちゃくちゃいい天気だな今日、なんだこれ、はあ、すごい、雲一つない、晴れすぎだよこれ、晴れじゃなくて晴れすぎだよマジで。うわやべえ、そば食いて、めっちゃそば食いたい、金ねえな、よいしょ、着いた、うわカラオケとか来てねえな、来てないけどチャリめっちゃある、意外とちょっと歩道対象の子がいっぱい来てるのかもしれないカラオケめっちゃチャリあるやん。到着しました。結婚式のウェディングドレスを貸してるとこ、めっちゃ赤じゃないけど、はい、アランさんです。4時一瞬で終わりました帰ろう。やば、知り合いが写真用に借りてるスタジオがあるんですけど、もうなんか解約して出ていくとかっていう話になってて、借りないかって言われたんで、ちょっと見てきます。あ、じゃあ、え、靴脱がなんだろ、靴脱がなにこれ、前床屋さんだったよ、はあ、なるほど、撮影できるじゃん、ここがほら床屋さんのほら髪の毛集まる、はい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 、で、トイレが一個です、写真撮影のスタジオか、え、もったいないね、もうじゃあ閉めちゃう、あ、これで家賃がもう払わないから、だって会場は銀行は会場でできないって言います。あー、なるほど、会場の家賃が一番高いのに、写真だけにしたらって言います。なるほどね、いや、もったいない、このスタジオもったいないけど、まあ、でも、本当使えるじゃないですか、照明は、うん、前は裏口もあったけど、扉開けたらもう一個扉がある。なるほど、もったいねえなこのスタジオマジで、誰か使う人いねえかな、いやあれはもったいねえわマジで、誰かカメラマンとかで借りる人いないのかな、いればね、お隣が結婚式の貸し衣装屋さんなので、まあ変な話ね、コスプレイヤーさんがウェディングドレスとかをレンタルして、真横で写真撮ったりとかもできちゃうんですよ。ほら、フォトウェディング的なこともまあやろうと思えばできちゃうとね。まあね、フォトウェディングはだいたいその外に行って、例えば海とかでね撮ったりとかするんだろうけど、まあとりあえず2人での思い出を作りたいってことで写真を撮るっていうのができるのはでかくないかな、正直。真横だからね、運んだりしなきゃいけない、運んだりしなくてもいいので、まあ、お隣のウェディング屋さんで服を借りて、とことこ歩いて、横で結婚式の写真を撮るだったら、まあ変な話、5万とかで結婚式できちゃうじゃないですか。まあ思い出の写真として。使える気すっけどなぁ。まあ、八代ってこういうもったいないが積み重なってできてる街なんでね、
誰か使いたいとか、まあ、5、6、7万ぐらいでだったら払えるとかいう人とか、まあ、5000円でなんか1日借りたりとかしたいとか、まあ、そんな人いたら相談しに行くんで言ってください。もったいない、もったいない。 Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。